我が舟高原スキー場は、新潟県岩船郡関川村にあったスキー場。冬季閉鎖する、村営牧場の多目的利用を計画していた、関川村において、住友建設のグループ会社、住子リゾートが建設、運営を行う、民活導入型により1987年にオープンした。複数のレストランや1300台収容の駐車場が、 オープン当初から設けられ、周辺の温泉地の利用を図るため宿泊施設は設けられなかった。利用客は1996年の8万8千人をピークに減少。2004年経営悪化により、三井住友建設の子会社、住子リゾートが撤退を表明し、存続が危ぶまれたが、村民有志が設立した株式会社、わが舟高原にスキー場運営が引き継がれた。 しかし、その後も、競技人口の減少や小雪の影響から、利用者減少に、歯止めがかからず経営は悪化。関川村は、運営会社に対し赤字脱却の計画を示すように、求めていた。しかし経営は改善されず、2019年5月、関川村議会臨時会議にて、村長は、スキー場の電気代を肩代わりするための、補正予算案を提出するとともに、 現運営会社に対する今後の財政支援停止を表明、別の企業がスキー場を運営したいと問い合わせがあった場合は、前向きに検討したいとした。2019から2020年シーズンは、雪不足で1日も営業できてなく、2020年1月、関川村は、現運営会社に対し、安心して施設の運営を任せられないとして、 次年度以降スキー場施設使用対策契約の更新はしない旨を通知した。営業を続けたい現運営会社は関川村と交渉を行ったが関川村は具体的な改善案がなかったとして8月末で交渉を打ち切り現運営会社にスキー場施設からの立ち退きを指示した。これにより2020から2021年シーズンの営業は困難となり休業となった。 2021年1月、関川村は、新潟日報の取材に応じ、我が部な高原スキー場について直営する考えがなく、リフト設備などを撤去しスキー場としては閉鎖することが報じられ、2019から2020年シーズンに、雪不足で営業できなかったまま閉鎖となった。敷地は31人の共有地で、閉鎖時には、年600万円で関川村が借り上げていたが、 賃借期限の2022年7月までに地権者に返還される予定である。後地に、つソ村長は土地は返還するが利用価値がある施設は残したいとし、土地の返還後村と地権者が双方でどうすべきかを考えたいと語った。NST 主催で ICIC IC スポーツの特別協賛で開催されるアマチュアを対象としたジャイアントスラロームの大会。 十数年と長く続いている大会である。2007年より行われている ICI、石井スポーツ主催の加越スキー技術選手権の会場の一つとなっている。選手権は3連戦となっており、他に国設体内スキー場、二能寺スノーパークナイノックスが会場として使用される。O25 主催のスノーボーダースキーヤー混合ジャンプ大会。オープンクラス、 チャレンジクラス、ガールズクラスの3クラスが開催され、オープンクラスは12メートル程度のビッグキッカー、その他は8メートル程度のミディアムキッカーを使用する。日曜日に限りレストハウス2階のレストランウィズ内にスタジオを設置して、ラジオ番組のようにトークやリクエスト曲を流すなどの放送をスキー場内に発信している。スベ、フトクンブログとディグジャーブログの2つのブログを配信しており、 それぞれすべ、ふとくんブログには、スキー場の日常やレストランの情報が、ディグジャーブログには、キッカーやレールといった、スノーパークのアイテムの情報が書かれている。2016年10月に移設統合しすべ、ふとしくんブログのみとなる。荒川体内インターチェンジまで、高速道路を利用した来場者に対して、リフト券の割引サービスを行っている。SAJ や JSBA、 シーアの資格を有している者に対して割引サービスを行っている。海津地方にある国設体内スキー場、武道スキー場、我がな高原スキー場、二能寺スノーパークナイノックス、三河温泉スキー場の5つのスキー場が合同で、いくつかのサービスを行っている。ありがとうございます。